はい、賛成党をぶっ壊すということで、まあ先ほどもですね、動画作ったんですが、まあ賛成党の神谷参議院議員、まあ副代表っていうんですか、まあ副代表で統一していきたいと思いますが、賛成党神谷副代表が党員をふるいにかけるっていうことをですね、まあ笑顔で賛成党の、これね、賛成党のあまりにもひどい政治的な発言なので、そのまんまね、動画使わせてもらいます。見てください。この人ちょっとおかしいなと思ったら早めにやめていただくと。なんでやめてもらってるのかとか、なんでやめることを承諾してるかっていうと、中にいてもらうとそのままおろしてもらってるからです。いっぱい入ってくる、で、ふるいにかけて、で、残る人を残して、ダメな人はちょっと退散いただいて、実は入れて、ふるいにかけてみないとわからないと。まあね、この要はね、この人ちょっとおかしいと思ったら早めにやめてもらうっていう発言なんですよね。でこれは要は賛成党が例えば政権を取るとか、これ神谷副代表がね、市長とか首長とか総理大臣になったら、この人ちょっとおかしいなと思ったらふるいにかけられて、もう殺されるようなことを言ってる、殺してしまうぞ、社会から追放するぞって言ってるようなことなんですよ。これすごい大事なことで、会社とか学校はね、実際テストするでしょ。学力テストしたり、勉強できるとか、体力テスト、あと技能テスト、歌って踊れるかとかやるじゃないですか。で、あと面接をして採用する人決めますよね。でも賛成党の党員っていうのは別に、この規約に賛同してもらえれば入れますっていうことで、そもそも最初にふるいにかけてないんですよね。で、中に入れておいて頭皮を取ってからふるいにかけるっていう方法を取ってるわけですよ。で、そのふるいにかけるっていうのがですね、例えば選挙をしましたとか、こういう面接とかテストをしましたで、あなたはちょっと賛成党の、ね、人として、まあ、党内の例えば選挙をしました、ふさわしくない、そういうことじゃないんですよ。この独裁の神谷さんがもう気に入らない人は、あなたはこの人ちょっとおかしいなと思ったらやめていただくって言ってるんですよ。神谷さん、これそんなね、この人ちょっとおかしいなっていう人をふるいにかける、つまり仲間が組織から追い出すなんて人は、これまさに優生思想そのものです。僕は優生思想悪いと思いませんが、明確な基準を示さないといけないですね。だからルールがあるわけですよ。でもこの人ちょっとおかしいな。例えば、昨日電話、おとといか電話がかかってきた元日本第一党の西山さんっていう人、もう来年の1月15日の亀岡の選挙に出る、亀岡市の選挙に、京都府のね、出るって言ってるけども、この人ちょっとおかしいなと思ったから、やっぱり公認取りやめましたってなるんですよね。いやいや、ちょっと何それって話ですよね。武蔵野市の山崎さんっていう人も、賛成党で立候補する予定で言ってたけども、この人ちょっとおかしいなってふるいにかけられてるんですね。で、まだ今言った西山さんとか山崎さんっていうのは市議会議員、いわゆる公職の候補者になろうとする人じゃないですか。そういう人は、まあ、そのまだふるいにかける、感覚でふるいにかけるって分かるんですけど、賛成党の一般党員に対してふるいにかけるっていうのは、やっぱりちゃんとした理由がなきゃいけない。要はルール違反っていうのがなかったら無理なわけですよね。でもそのルール違反っていうのが、神谷さんの言うその発言は、この人ちょっとおかしいなと思ったらなんですよ。もう神谷さんがこの人ちょっとおかしいなと思ったら、お前は除名、お前は離党ってできるんですね。でこういう考えの人が、それこそ国を治めたら、お前国民として働かない、お前は死刑とか、それはちょっとね、極端かもしれませんけど、神谷さんの物差しで人の優劣を測ってるんですよ。僕はね、3年前に当選した時に神谷さんの YouTube チャンネルで優生思想のことについて話しました。まあ今年の夏の、あれでも言いました。NHK の日曜討論でも言いました。優秀な人が子供を産まないと、優秀な女性が子供を産まないと、どんどん日本人のレベルが下がっていくと。で、ここについて賛否両論あります。もちろん多くの人認めてくれるし、多くの人は反対してるでしょう。
これは例えば牛、宮崎牛、宮崎の種を和牛それで保ってます。馬のサラブレッドも優秀な種の子を残すってなってるんですよ。早く走るから。もうお相撲取りでも野球選手でもそうですけど、2世、まあ、政治家も2世とか世襲やってるでしょ。それは優秀な親からは優秀な子供が生まれやすいっていうデータが出てるんですよね。で、僕はそれを自分で決めようとは思ってません。いくら僕は独裁者だと言っても、党内のことで、その、俺が嫌いだからお前辞めるとか、そんなこと言うつもりないです。もし、そういうことになっても、いよいようちはだからお金取ってないんですよ。そもそも党員自体を集めてないから。だって自分が独裁者だって言ってる以上はね、まあ、いや、もうちょっとこの人おかしいよなと思ったら、ちょっともう応援するのやめてくださいって。いや、でもお金もらってないから、全然揉めないわけですよ。会社と一緒なんで、その党員っていうのは政党に入党するっていうのはある意味社員になるみたいなもんなので、簡単に理由もなくルール違反もしてない人に対して神谷さんが俺が独裁者なんだ、俺がトップなんだ、だからお前やめろっていうようなことができるかどうかって言ったら、ちょっと本当に裁判上はありえないですし、今の神谷さんの発言っていうのはこの後行われる裁判の中ですごい証拠になります。気に入らない人を除名してるんでしょう。例えば党の情報を盗み出したとかね、党の活動に協力しないとか、そういうようなものを最初から言ってればいいですよ。党の情報はツイッターとかで書いちゃいけませんとかね、いわゆる例えばその試験があるでしょ、この1番2番、例えば公務員の場合は1番2番試験があって面接があるんです。公務員はね、国家公務員だったら国家公務員情報の法の100条に守秘義務ってあるんですよ。職務上知ったことを外に言って喋っちゃいけませんって。でも参政党の規約にそんなことあります？うん、もちろんテストを受けてね、弁護士とかお医者さんとか守秘義務あるでしょ、司法書士とかね。そういう形で皆さんは日頃ふるいにかけることについては認めてるんですよ、この国の人は。多くの人はね、優生思想と言われますが、高校から入試テストがあって、就職の時もテストと面接があって、アイドルになろうとしても踊りができなきゃダメとか、全部テストによって実はふるいにかけられてるんですよ。選挙もそうですよね。選挙だけは一番僕は公平なふるいのかけ方だと思いますよ。こんなテストとか、なんか得意、ね、得意不得意があるでしょうし、面接なんてまさに一種の独裁者がいればその人が決めるわけですから。でも、ふるいにかけることについては、選挙というものを認めてる以上は、ふるいにかかるんですよ。選挙で落選した人は列、当選した人は優っていうことでしょう。そこに参加できる以上、僕は別に落選した人が人間としてダメだとは個人的には一切思ってないですけど、今のルールはそうなんでしょう。選挙で当選した人が議員、落選した人はもうただの人になってしまって、その落ちた人は政治家として活動できないわけですよね。そういう意味では優劣をつけて日頃やってるんですよ。ただその優劣をつける方法が問題なんですよ。それを決めるのが独裁者である神谷副代表がね、副代表が彼の個人的な思いで決める。この人ちょっとおかしいなと思ったらっていうことです。この人ちょっとおかしいなと思ったらはやりすぎでしょ。この人は党のことをこういう形で悪く言ってますであれば分かりますよ。例えば藤村さんが一番分かりやすいじゃないですか。藤村明子さんだったかな、藤村さんがね、参政党を除名される前に何らかの党の不満を YouTube なりで言ってたんだったらまだわかります。でも彼女は辞めさせられたんですよね。その YouTube でやったことも別に参政党の悪口と言ってるわけじゃなくて、こういう問題がありますって問題提起しただけでしょ。それに対して調査もせずにあなたちょっと怪しいから辞めてくれって言ったわけですね。でこの感覚がまだ、たかだかこれ言ったの1ヶ月前ですよ。この発言して藤村さん辞めさせたので、その後出るわのこう問題が出てきてるわけですよね。で神谷さんは今まで、その神谷副代表は今まで
締め切った中でやってたから誰も指摘しなかったんですよ、僕のように。知らなかったからこんなこと言ってるの。で、どうもこれを外に出したらまずいと思う人たちが隠し出したんですよね。こんな発言したらまずいって。で、党内でもうとにかく全部秘密や秘密や、外に出すなっていうことで、質問にも答えるなっていう状況になって、もう知らない間に裸の王様なんですよ。僕は神谷翔平というね、神谷君副代表はそこまで悪人じゃないと思ってます。ただ彼の周りにいる人たちは本当に金が儲かるんですよ、人が寄ってくるから。だから支部長の人たちが彼をうまく使って、その神谷副代表はどっちかっていうと政治に参加しましょうって、ただ今日も演説してましたよ、福津市で。もうね、目を輝かせながら、皆さん、ね、大事なんです、一緒にやらなきゃいけないんですとかって言ってやってるんですよね。あれはさすがに詐欺の目じゃないですね。ただ彼が集めた人をうまく、その支部長なんかがアムウェイとつながってたり、他のね、そのエドワークスかいろんな会社とつながって、彼のカリスマ性みたいなものを利用して、その支部長なんかがトップダウンで、ね、あれしろこれしろって駒のように、奴隷のように使って、で、支部長からこの人ちょっと行いが悪いんですって言った亀君が、あ、そいつはちょっと頭おかしいな、この人ちょっとおかしいなと思ったら切るっていうことをしていれば、支部長から神谷さん反論されないわけですよ。で、怖いのはやっぱりこれだけ大きな組織になってますから、神谷副代表ですら降りろと言われる可能性があるわけですね。それはもう支部長たちがもう謀反を起こしたら、ね、こんなの立花に言われてやり返しもできないような、神谷国会議員よりも神谷さんが辞めれば、武田邦彦、ね、教授が繰り上がれて当選するんだから、神谷が辞めろっていう声も出てきかねないんですよ。だからこそ支部長がこの人ちょっと変な人って言った人は首を切る、除名にするっていうような、僕は流れができてると思います。意外にこの党、いろいろと支部の人たちからも今日もいろんな電話いただいてますけども、意外にこの党は神谷副代表が仕切ってるように見えて、支部長の力がすごく強いということで、その支部長の中にもすごくいい人と、金儲けばっかり考えてる人がいてですね、うまくこの神谷総平さん、彼自身言ってるでしょ、騙されてる、政治は嫌だって。それは彼の下にいる支部長の中に200人いるらしいんですけど、支部長ってね、約200人相当彼を利用してる人がいて、そこの支部の人はやはり相当ですね、嫌な思いをさせられてるんじゃないかなと思います。というのは、うちの支部は結構ちゃんと言ってますよと電話も実はいただいてるんですよ。支部長がすごく人格者でねっていう人もいるんですね。だからそういう意味では参政党の全ての支部が悪いわけじゃなくて、神谷総平副代表の虎の威を借りて、これは全部本部の指示なんだって言って支部にね、無理やりチケットを売らしてたりとか、そのエドワークスのに参加する事業者を集めてこいみたいなことをどうもやってるようなんですがね。まあ、ただね、今回はもう本当に神谷副代表のですね、この発言、何度も言いますが、この人ちょっとおかしいなと思ったら早めに辞めていただくっていうこの発言に関しては、これはもう裁判の証拠としては、だったら最初から面接なりしとけよと。で、こういうね、ちょっとおかしいなと思った人を切るっていう発想は政治化させたら本当に危ないですよ。あ、こいつなんかなって、まさにその僕はこの人が危ないと思っても普通に付き合うでしょ。皆さんご覧いただければ分かる通り。でもこういう発想の人が政治家として国をつかさどり出したら、それは危ないですよ。自分が気に入らない人はもう、はい、クビ、もう場合によっちゃ殺してしまい、北朝鮮のようなことが起こりますから、本当にね、危険な人だなと思います。ということで、ちょっと繰り返しになってね、しつこくて申し訳ないんですけども、今ちょっとやっぱ賛成と本当にこれね、真実を知っていただかなきゃいけない。もう、毎日毎日、もちろん賛成党の信者の人たちと呼ばれる人たちは、深くその入ってる人たちは、僕の言うことがうざいでしょうし攻撃してきますけども、まさに賛成党に対してどう思ってるんだろうという人たちや、家族がですね、賛成党に入ってて家族親族がね、ちょっと大丈夫か、友達とかがね、大丈夫かとしては見てます。だから、賛成党を支持している人は僕の意見だけじゃなくて、
あなたの友達や周りの人に賛成党っておかしいと思うとかってちょっと聞いてみたらいいと思いますよ。これ本当にこの特にね、何度も言いますが、この人ちょっとおかしいなと思ったら早めにやめてもらうっていう考え方は、これは本当に一般党員にそんなことできるんですかと。一国民ですよ、有権者ですよ。そんなこの人ちょっとおかしいなと思ってやめてもらうなんて考え方は僕はちょっとありえないし、そういう人からお金だったらね、お金もらうなよって、お金もらってる人を首を切る、そして返金しないっていうのは、この発言は本当に、詐欺行為、刑法246条の詐欺罪の可能性すら出てくる恐ろしい発言であると思いましたので、繰り返し YouTube で説明させていただきました。以上です。あとね、常念さんが今日小泉純一陽一さんだったかな、ラジオ番組、ネット上でも上がってますけども、政治家女子48等の話もね10分ほどしていただいてるので、そちらも聞いていただきたいと思います。以上です。参政党をぶっ壊。